ウィースこんちゃーガンです。はい、まあね、今回は新キャラを使ってね、真ん中にキューブがめちゃくちゃ大量発生するところで、こいつ使ったらね、まあどうなるのかと、ちょっと検証していこうかなと思います。はい、ここですね、まずどうしよう、最初にガジェット使ってね、一発目からね、ど真ん中に誰よりも早く入ると。でそっから、まあプリモ以外ね攻撃できないんで、オッケー、お、飛ばすなよ。ちょっと待って、今から収穫時だったジャロが、ちょ待って待って、お、うん、あ、うん、あ、うん、終わったー。おい、もううぜえ。あ、ウルトで死ぬのうぜえ。ちょっと落ち着いてね、最初のガジェット間違いなくいらんすね、あれ。フランケンも貫通してくるんでね、そこ結構厄介なんですけど、まあ、このね、この4つの端っこの、まあ、オセロみたいなの壁をね、利用していけばなんとかなると思う。これ、うん、とりあえず潰して、潰して、オッケー、いいんじゃないの？さあさあ、これガジェット使ってね、もうどんどん逃げていきますと、いやもうロボット混んでーて、もう、くんなて、あ、しゃ、もうちょ、もうサンディもくんなて、もう誰にも触られたくない。おい、サンディ行くんなよ。じゃあ、行きすぎじゃね、あいつ。追いかけすぎやろ。どんだけ好きやね、俺のこと。もうそんな好きならね、もうとことん追いかけてあげます。あ、うん。ちょっと無理っすね。もうお互いがね、お互いのことストーカーしてるから、サンディと俺のこの関係性は。もう意味わかんないから。オッケー、いいっすね。ここでキューブ確保していく。いや、もうこれ勝ったんじゃないかなと思うんですけど、とりあえずサンディとはもうね、お別れしたんで、まあもう二度と会うことはないでしょう。よし、いい、すごくいい。さあ、こっからなんですよね。はいはい、来ますね。とりあえずあいつからやって、おい、サンディ、おい、ちょっと待って。おい、サンディとさっき別れたとこやつ、復縁しようとする気力がすごいんやけど、こいつのストーカー力も舐めてたわ。ちょっと待って、お前、待って、ロヘル、あぶね、あのサンディのせいで全てが狂った気がした、あぶねえ、あ、ちょっと待って。アップでマジで、あ、でもマジでこの新キャラ強いわ。わかるわ。もうこいつがね、もう女王様ですわ。もうビビとかね、このマップ強かったんですけど、もう完全にオワコンっすね。はい、もうこの新キャラがね、全てを狂わしてしまいましたね。まあでも、ビビの方が可愛い。